パビアの戦いは、イタリアの覇権をめぐって、ハプスブルク家とバロア家が15世紀末から半世紀以上にわたって争ったイタリア戦争における戦いの一つ。1525年2月に、イタリア・ロンバルディアのパビア城災害のミラベッロにある広大な狩猟場で、フランス王・フランソワ一世軍と、スペイン王権侵聖ローマ皇帝カール五世軍が争った戦いである。 スペイン、新生ローマ帝国連合軍側は、ナポリ総督、シャルル・ドラノワが、名目上指揮し、アントニオ・デ・レーバが指揮する、タビア・中東軍と合同で、フランソは一世が直接指揮するフランス軍を攻撃し、勝利した。4時間30分の戦いで、皇帝軍は、小銃とパイクを組み合わせて、効果的に戦い、フランス軍は分断され、総崩れとなった。 フランス側は、有力貴族のそれぞれの長を含む多数の犠牲者を出した。フランソワ一世自身もスペイン軍の捕虜となり、カール五世によって投獄され、重要な領域をカールに引き渡すという内容の屈辱的なマドリード条約に署名させられた。ブルボンコ・シャルル三世は、かつて、フランソワ一世に仕えていたが、1523年に、 カール5世のもとに亡命していた。この戦いでは皇帝軍を指揮して、フランスは一世を捕虜にする働きを見せている。王の義兄で、アランソン家最後の男子であったアランソン公、シャルル4世は、帰国後に責任を求断され、同年に死去して、アランソン家は断絶した。第3次イタリア戦争を参照。カール5世が領有を主張するミラノを攻撃し、失敗した。 フランソワ一世は主力軍をイタリアから撤退させたが、1524年、ナポリ総督ラノア率いる神聖ローマ、帝国連合軍は北部イタリアに分散していた残存フランス軍を総当し、さらに2万の兵でフランス南部のプロバンスに侵攻した。これに対しフランソワ一世は4万の兵を南下させて、帝国軍をフランスから撤退させ、さらにイタリアに進撃した。 ミラノで疫病が流行中だったため、ラノアは、ミラノ南方のパビア城塞まで後退したがその間に、多くの兵力を失い、追尾するフランス軍に対し、一部を城塞内に残し、主力を東南に撤退させた。フランス軍は城塞を包囲したが、フランソは一世は軍を二分し、一部を、スコットランドのオールバニコスチュアートに、指揮させて、ナポリ王国征服に向かわせ、 さらに、スイス傭兵軍の一部が前線を離れたこともあり、フランス軍の兵力は2万に減少した。一方、帝国軍は増援し、城に残った味方を支援するため2万の兵を率いて、パビアに戻った。城塞を包囲したフランス軍は、城内に残る敵の食料が尽きるの待ち、持久戦となっていた。そこへ、帝国軍の再編成部隊が駆けつけ3週間。 砲撃を続けたが、中央集権化が早くから進み国王のために命をかけ働くという体制の整ったフランス軍と違い、傭兵や農民兵を主力とする帝国軍は長期戦となると指揮が下がって、総崩れとなる恐れがあったため、実質的な指揮官だった。ペスカーラ公は短期集結のため、城塞前の狩猟場に沿って流れる小川を迂回して、 狩猟場の北の一翼から包囲する奇襲作戦を1525年2月24日未明に結構、狩猟場のミラベロ城近くに張っていた、フランスは一世の本陣を背後から真っ先に襲い、後に城西内の中東軍も加わって戦い、奇襲に慌てたフランス軍は死者1万人を出し敗退した。ありがとうございます。